The best radio. Mid FM. 761。夏の声の夜の声。サポーティッドバイスタイルアップジムカリスフィット。さて皆さんハッピーバレンタイン。どうですか、今日はいい日になりましたか、寂しい日になってないですか。とりあえずね、夜の声リスナーの皆さんと最後の最後までバレンタイン楽しんでいこうと思いますので、今日はよろしくね。時刻は23時4分回りました。この時間は夏の声の夜の声、今夜も1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。さてさて、今日はバレンタインデーだったわけですけど、皆さんバレンタインまだ残すとこあと1時間あるということで、まだチョコレートもらってないっていう人もね、駆け込みで誰か家に来るかもしれないので、あのピンポーンってやつにはちゃんとこう耳をね澄ませながら、夏の声の夜の声聞いてくださいということで、どうでしたか皆さん、今日はいいバレンタインデーでしたかね。どうだったんだろうね。今早速
インスタライブの方でもメッセージが来ていて、今日は彼にチョコを渡しましたっていう子がいますよ。こういうの欲しい、潤いのメッセージをね、今日はたくさん募集していこうかなと思っております。はい、生放送ということで、今夜もリスナーの皆さんから、リクエストとかメッセージをたくさんいただいて、1時間一緒に作っていく素敵な夜にしたいんですけれども、今夜のトークテーマを発表します。今夜はチョコレートを渡すならおわもらうならどんなシチュエーションがいい、ということで、ちょっと難しいトークテーマですよね。女性だったらどんなシチュエーションでチョコを渡したいかな、男性だったらどんなシチュエーションでチョコレートをもらいたいかな、とかってね、そんなことをお話ししていけたらと思うんだけど、ちょっとやっぱトークテーマがさ難しいだけにね、今日は関係ないメッセージもたくさん来てます。バレンタインデーのこととか、私がこの前ね、重大発表ツアーというツアーが終わったばっかなので、そのライブの感想だったりも、待ってますし、こんな曲かけてみたいなリクエストもぜひお待ちしてますので、どんなことでもいいのでね、今日はみんなメッセージいっぱい送ってください。ということで、ちょっと一個発表してみようか。あのね、すごくいいやつ来てましたよ。こう模範解答みたいなやつ。チョコレート男性からでもらうなら、やっぱり下駄箱にチョコでしょっていうね、来てましたね。これやっぱいいね、青春ですよね。私もなんかこう下駄箱にチョコ入れたりとか、机の中にチョコレートを潜ませとくとかね、学生の時やっとけばよかったって思う。もう大人になるとなかなかさ、もう下駄箱がないですし、デスク、机のね、勝手にこう何、引き出しとかない机ってないじゃないですか。人の引き出しを勝手に開けて入れたら、今大人としてはどうかなと思うんでね、若い時にやっとけばよかったなとかって思います。まあ、今日は妄想を語っていく夜ということで、皆さん、あの本当妄想の頭をこうもやもや膨らませて、どんな風にチョコ渡したいかな、もらいたいかなっていうのをね、語っていけたらと思います。まあ、そんなことを言っている私なんですけど、このトークテーマ決まったのが前回の放送の時だから、約1ヶ月考える時間があって、ちょこ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 ね、このトークテーマが私も頭の中にずっとあったんですけど、これまあ浮かばない、浮かばない、本当に私もね、どういうシチュエーションで渡したいかなって改めてすごく考えたけどね、なかなか浮かばない。あの、自分のプライベートがいかに枯れているかっていうのをね身に染みてこう思ったので、今日はね、さっきみたいに彼にチョコレート渡したよとかね、こんな風にチョコレートもらったことあるとか、渡したことあるとかっていうね、そういうこう潤っていくようなエピソードもたくさんいただけたらななんて思っております。まあ、その他にもおすすめのチョコレート、最近アムールドゥショコラとかありましたからね、おすすめのチョコレートとか、まあ、ギフトとか、まあ、あとは本当にその昔のことでもいいので、バレンタインエピソードでもあったらぜひ教えてほしいなと思います。送る方法2つあります。ミッド FM のホームページから送るか、 X でポストをするかです。 X でポストをする場合はハッシュタグ夜の声761、ハッシュタグ夜の声761をつけてツイートというかポストしてください。今夜はバレンタインデー一色にしていきたいなと思いますので、皆さんからのうるうるのメッセージをお待ちしてますよ。ということで、最近財布を落としました。私、後役恐ろしいなと思っておりますということでね、あの財布を落としたとか、こう嫌なことも全部吹き飛ばしてくれるような、めちゃくちゃかっこいい今バレンタインソングが最近新しくリリースされているので、それを早速聞いてもらおうかなと思います。アドでショコラカタブラー。
聞きいただいたのはアドでショコラカタブラ、かっこいい曲でしたね。リクエストしてくれたあゆみんちゃん、ありがとうございます。やっぱ最近聞いてかっこいいなって思う曲とか、これめっちゃいい曲だよってやつはね、みんなでここでシェアできたらいいなと思ってますので、今日はねアドのショコラカタブラ、アドの最新作かなをご紹介しました。かっこよかったということで、先ほどから語っておりますバレンタインデー、どんな風にチョコレートをもらいたい、どんな風にチョコレートを渡したいっていうね、今夜はシチュエーションを妄想していくような回になると思うんですけども、さっきちらっとご紹介した下駄箱にチョコレート、これめっちゃ定番だよね、なんかいいよねって思ったんですけど、早速インスタの方からね反論が来ております。しげじいさんから、下駄箱は不衛生でしょうともう土星論すぎて、確かにそう、確かに汚いね下駄箱はね。まあ、直接直にねチョコレートを下駄箱に置くわけじゃなくて、ちゃんと包装されてますしね、可愛くこう包んで置いてあるので、まあ、食べる部分には影響はないかと思いますけど、確かにそのね、彼、その男の子の足が臭かったりとかしてね、下駄箱の中のね空気自体が汚かったら、もうもしかしたらちょっと不衛生かもしれない。それはね男性側の足の問題なんで、あげる側の女子は関係ないんでそこはちょっと男性、やっぱバレンタイン前からね、1週間前ぐらいからやっぱ足の清潔をね保っていただいて、やっぱ下駄箱の中のね環境はそちらの問題ですということで、よろしくお願いしますこれめっちゃ面白いですよね。でもこう理想とやっぱ現実っていうのがありますからね。でね、さっき、今日彼にバレンタインデーチョコレートを渡したよなんていうリーちゃんからメッセージが来てまして、さらに追加で今ねインスタでねメッセージくれた、これキュンとしちゃうよみんな、2年前のバレンタインデーに友チョコだよと渡したら、1ヶ月後にお返しをくれて、僕は〇〇さんのことが好きなんですと、そこからお付き合いをしてほしいですと言われて、その後少ししてから付き合うことになりました。そしてその彼に今日チョコレートを渡したよっていう、すごい、もう潤ってきたありがとう、こういうのね、こうやってやっぱ今現役で潤われてる方からのメッセージ嬉しいね。この今現役で潤ってる方からさらに追加できましてね、こんなシチュエーションどうですかと、自転車のカゴの中にチョコレートとお手紙っていうのはどうですかって来てますけど、これどうですかね、しげじいさん的に衛生はこのね理想とやっぱ衛生的な部分、すごいちょっと今自分の中で今面白いななんて思ってますね。でも本当自転車のカゴの中にチョコレートとお手紙、素敵だなというふうに思います。ちょっとこうだんだん潤ってきたので、私の中でもこう妄想が広がっていくけど、やっぱりどうなの、ね、机の中に置いとくのとか、やっぱ学生だったら定番でいいんじゃないですかって思うですけどね、どうなんだろうね。いいな、すごい、ちょっと今夜はたくさん妄想させていただこうと思いますので、ぜひとも皆さん妄想をたくさんしていってくださいね今夜は。さあ、そうじゃないメッセージも来てるので紹介していきます。ももさん、女性から、なっちゃんこんばんは。チョコレートを渡す日ですね。学生の時は男の子もそわそわしてましたよね。高校生の時、好きな人に渡すチョコは自分で作った下手なものよりお小遣いを貯めて少し高いチョコを買って渡した記憶。その時すぐには実らなかった恋も、高校卒業で離れ離れになるタイミングで実り、とても楽しい遠距離恋愛をしていました。懐かしい過去をということで、おー、こう手作りじゃない派って方が出てきましたね。どうなんだろう、これ男性的には手作り、下手くそなものでもいいから手作りで欲しいっていう人もいると思うし、いや、やっぱちょっと衛生的にっていう人もねいると思う、いるんですよ一定数、手作りが食べれないっていう人もね。やっぱそういう人はね、普段自分では買わないようなちょっといいチョコレートをもらうっていうのもいいかもしれないですよね。わかるな、これはすごく。お、ちょっと夏さんのインスタライブの方が止まっちゃったので今復活しましたよ。さて続いて、あ、さっきからね異論を唱え続けてくれているしげじいさんからもメッセージが来てます。しげじいさん、男性、神さんにもらったチョコしまい込んでたらどこに行ったかわからなくなったと。お、大事にしまってましたか。ちょっとまだ食べないぞということでね、チョコレート大事にしすぎも怖いですね。なくなる可能性がある、もしかしたら奥さんが食べたかもこんなとこにしまったくならもう私食べるっていう風な、そんな可愛い奥さんかもしれないね。やっぱいただいたものはなるべく早めに食べた方がいいかもしれないです。
こんな感じでみんなからバレンタインのメッセージがどんどん届いているので紹介もしていきますのでね、メッセージお待ちしております。ということでちょっと話題は変わりますけれども、夏の声は1月2月と重大発表ツアーというのに回っておりまして、重大発表ツアーが先日終わったところでございます。遊びに来てくれた皆さんどうもありがとうございます。ということで、重大発表ツアーというね、その名の通りライブの中で、ファンの方たちに直接夏の声的ビッグニュースをお伝えしたわけでね、このミッド FM の夜の声リスナーの方たちにもやっぱ直接伝えなきゃなということで、今日は改めて私の口から重大発表を伝えさせていただきます。なんと4月に、4月10日にフルアルバムのリリースが決まりました。イエーイ。そう、その名もマジックアワーというフルアルバムで、全部で11曲収録されてるのかな。このアルバムの、タイトルとかいろんな意味合いみたいなところはね、またリリースされてからこの番組でもたくさん語らせてもらおうかなと思うので、今日はリリースをするよっていうことと、そのフルアルバムのリリースに伴い、透明版のリリースツアーが決まりました。みんな遊びに来てください。そう。そしてこんな風に活動的にリリースをできたりとかツアーに回れるようになったのは、新しいバックアップがついたよという東京のレーベル、ハピネットミュージックという、会社に所属をして、ここから32歳2度目の再出発っていうんですか、また勝負の年が始まるよっていう、だからどこまでもついてきてねっていう、そんなお知らせをしたわけですけれども、結構ライブ会場でのみんなの反応も良くてですね、すごく嬉しかったです。改めて遊びに来てくれて、直接こういう風にこう発表を受け取ってくださった方、どうもありがとうございます。そしてね、このラジオの中でも結構このライブがあるよ、重大発表ツアーっていうのあるよっていうのは毎月毎月お話ししてたので、会場には来れなかったけど、すごくどんな発表だったのかなってワクワク一緒に楽しみにしててくれた方もたくさんね、リスナーの中にはいたと思うので、本当にリスナーさんありがとうございます。いつもやっぱ応援してくれる人がいるからこそ、夏の声は原動力、本当みんなにパワーをもらって動いて進めてるので、また今年1年は新しい会社とともに、勝負の年になると思うので、どこまでもついてきてほしいなっていう、そんなお知らせでした。さあ、ライブの感想もね、今日来てたのでちょっと読んじゃおうかな。みちゃん、女性、こんばんは。なっちゃんの発表が重大すぎて、いろいろ見落とさないように必死です。おめでとう。名古屋の対バンめちゃくちゃ良かったですね。ポップアートタウンの、ボーカルさんがなっちゃんのことを夏子姉さんと呼んでるって、お話も嬉しかったです。クリームさんは歌ってる時の MC のギャップがすごくて、歌声が本当に素晴らしくて吸い込まれそうでした。そんな感じで来てます。嬉しい、ありがとうございます。そう、ポップアートタウンのボーカルのさやかちゃんはすごい人見知りらしくって、もう何度かライブ一緒にやったことあるのに、なかなかね、こう会話がこう今まで弾まなくって、私は一方的に音楽も好きだし人柄ももう可愛いなと思ってたんで結構喋りかけるんだけど、すっごい人見知りらしくって、でも今回のツアー、東京も名古屋も2カ所出てもらって、じゃあ先週もあったね、今週もよろしくみたいな関係になったことで、結構ねお話ができて、夏子姉さん、夏子姉さんと呼んで、夏の声を多分略して夏子姉さんって呼んでくれてね、それがすごい嬉しい、新しい後輩ができたぞみたいな気持ちでね、それもすごい私も嬉しい MC だったので、みーちゃんがこうやって言ってくれてなんか思い出しました。でね、もう一アーティスト、クリームも出演してくれたんだけど、クリームはやっぱ地元愛知県の後輩っていうことで今回期待して呼んだんだけど、やっぱり楽曲がめっちゃおしゃれでかっこよかったので、また今年はいっぱいライブ一緒にやりたいななんていう風に思ったりしている。本当にいい対バンだったなと思いますので、みんな遊びに来てくれた方ありがとうございます。楽しかったかな。みんなからの反応もお待ちしてますよ。ライブ楽しかったですか。で、今日なんかすごいインスタライブの方でも今視聴してくれてる方がすごいいっぱいいて、今日いいバレンタインをみんな過ごしたということなんですかね。さて、お話はバレンタインの話に戻ってまいります。お、夏ママさんからメッセージ来てますよ。ありがとうございます。皆さんこんばんは。バレンタインデーといえば、娘が
小学生の頃から手作りチョコを一緒に作った思い出がありますと。その頃は友チョコが流行りで、可愛いカップや袋を買い込んでラッピングを可愛くしないと渡せないとのことで大変でした。お家でチョコを作ると後で片付けるのも一苦労ですよねと。なっちゃんアルバム発売やツアー、そしてレーベル所属おめでとうございます。華やかな告知がたくさん流れてくるのでとっても嬉しいです。頑張ってくださいというふうにメッセージいただいてます。ありがとうございます。夏ママさんはお母さんだからね、娘さんと小学校の頃から手作りでチョコレートを作ってるっていう、ラッピングも凝ってたという、これすごくわかりますね。共感する人多いんじゃないですか。すごく私もね、家で友チョコをたくさんこう作ってみんなに配るっていうの確かに流行ってたから、すごい大量生産するときに、でも私めんどくさいんですよ、やっぱ作るの。お菓子作りとか全然向いてなくって、全部弟にやってもらってました。お母さんと弟に作っといてもらって、出来上がったやつを味見して、あ、いいんじゃないみたいな、そういうやらしいお姉ちゃんでしたね。思い出しました。で、何よりも私よりね、弟の方が本当に器用で、クッキーの上にこう何チョコレートで何かを描いたりとかね、なんかこう飾り付けていくのもすごい上手で、一緒にやるとね、なんか自分がだんだん不甲斐なくなってきてね、もうなんか何年間かは一緒に作った記憶があったけど、後半はもう本当弟とお母さんに任せてましたね。それをね、私が作ったものと思ってもらっていた友達、今になって謝らせてください。ごめんねとか言って。でもね、やっぱラッピングはなんか自分でするのがすごく好きで、包んでお友達に渡した時に、わかわいいとか言ってもらえるとすごく嬉しかったなって思うし、なんかこう友チョコっていいですよね。交換してなんかこう何個も自分もチョコレートをもらって家に帰ってきて、それをこう家族に見せてさ、こんなんもらったこんなんもらったとかってやってるのがすごく楽しかったので、バレンタインデーっていうのは学校から帰ってきた後、お家に帰ってきてからもなんかすごく楽しかったなと思うし、まあ私は兄弟が弟なんで、まあ弟もね普通にバレンタインをいくつかもらって帰ってきて、それをこうちょっと味見させてもらっちゃったりとかしてね、なんかバレンタインデーっていうだけでもこう恋人との思い出っていうわけじゃなくて、友達とか家族との思い出っていうのもいろいろ思い出すものがあるなぁなんて思って今メッセージを読んでおりました。そして、あ、しげじいさんから、お、進捗が届きましたよ。神さんからもらったチョコレートしまってたらなくなったそうでしたが、チョコレート見つかりましたと。おめでとうございます。え、どこにあったんだろう。しげじいさん、チョコどこにしまい込んでたんでしょうね。皆さんはチョコレートもらったやつ大事に取っといたら気づいたらなくなってたなんていうことはありましたか。そして重大発表ツアーについてもみんなからメッセージ来てる。あ、重大発表、結婚発表かと思ったよっていう人がね結構いたんですよ。というのもね、私1月に白っていう、まあ、結婚式をテーマに書いたバラードをリリースしたもんで、そのタイミングで重大発表とか言い出したからさ、みんなが、え、なっちゃんついに結婚ですかみたいな感じで、もうほんと重大発表ツアーの前からね結構 DM いただいたりとか、直筆のお手紙にも結婚ですか、もうおめでとうございますなんてね先走ってメッセージくれる方もたくさんいたんですけど、残念ながら結婚ではなく、まだまだ兆しもなくね、楽しくのんびり一人でやってますのでね、今日もミッド FM に来てチョコレートを配りまくるという、クッキーを配るというだけの女性でございます。だから本当に今日はりーちゃんみたいにみんなのこう潤いメッセージみたいな、昔の思い出でもいいのでね、そういうのがすごく聞いててなんかワクワクしますね。バレンタインデーってあっという間にね、なんかあ、もう今日バレンタインデーなんだみたいな気持ちだったので、なんかこう改めてこういうイベントごとをテーマにラジオではお話できると面白いななんて思ってます。さてさて、いろいろとみんなからメッセージがね、X の方でもポストされてますよ。あ、元磁石さんから、理想のチョコ渡しシーン、はい、義理だからって言われながらゴリゴリの本命を渡されてみて人生だったと。言葉遣いも悪くなるもんですよ。渡されてみてと。最近さ、私さ、自分の保育園の職場で今3歳の子供を見てるんですけど、3歳も後半になってだんだんお誕生日で4歳になる子がこう増えてくる年なんですけど、
みんななんとかしてとかいてとかね、なんかそういうこと言うんだよね。みんななんかこうそれを聞いてて、ちっちゃい子がちょっとかっこいい言葉を使い出すのをこう見てね、何この何かっこつけてんだよと、バレンタインデー近いからかなんてね、みんな先生たちでこう思ってるわけですよ。それをちょっとこう元磁石さんのこのワードで思い出しちゃったね。ほんでね、元磁石さんとね同じようなこと言ってる人がいました。ケンさんから、ギリチョコって渡されたけど中にラブレターが入ってるとか良くないですかって。これいただこうかな。これ大人になってもできますね。これあ、ギリチョコだよとか友チョコだよみたいな感じでこう渡して、本命の人にだけちょっとメッセージを入れとくみたいな。あざといですねこれ。なんかいいんじゃないですか。やりたい、これはやりたい。今回のテーマね、女性側すごく難しくって、なんかこうもらう側だったらこういうシチュエーションでもらいたいとかってなんか思い浮かぶんですよ。私もなんかサプライズでもらってみたいな。例えばソファーに座ったらちょっと硬くてクッションをめくったら何かがあったとかね、そういうのは妄想できるけど、こう渡す側のこういう風に渡したいみたいなのって結構本当に思い浮かばなかったから、こう男性の方からね、えこういうの良くない、こういうの良くないって言ってくれるとすごく参考になります。ということで、え元磁石さんとケンさんも言ってますけど、これいいね。ギリチョコって言われて実は本命でラブレターが入ってるって、なんかいい気がします。なんか最近はさ、甘いものがあんまり好きじゃないっていう男性も多いというか、そういうのこうじゃなんかチョコじゃないものでもいいからこうバレンタインデー渡す、なんかバレンタインギフトっていうのいろいろ増えてますけど、皆さんなんかこう面白いの知ってたりしますか？なんか今日はね、ミッド FM の冷蔵庫の中にもリポビタンデーがもうこんなに構想っていうかデザインがバレンタイン仕様になってるものとかあって、こういうのはなんかこう職場の人にちょっと渡すときにチョコレートとかよりも、え今日もよろしくお願いしますとか、今日も頑張りましょうみたいな感じで、すごいいいギフトだなと思って、まあ、今本当にいろんな食べ物とか食べ物じゃないものでもバレンタインのパッケージになってるものとかたくさんあると思うので、よくチェックしてぜひ教えてほしいななんていうふうに思っております。でね、さっき面白チョコレートなんかも調べてたら、大仏チョコだったりとか、なんかオイルサーディンをなんかこうみたいなチョコレートだったりとかいろいろあったので、そんなのも後ほど紹介できたらななんていう風に思っております。ということで、ここでリクエストも多かったので1曲夏の声の楽曲をかけていこうかなと思います。重大発表ツアーはこの曲からスタートしたよね。ということで、夏の声で東京ラブストーリー。
聞きいただいたのは夏の声で東京ラブストーリーでした。さあ皆さん、ライブでこの前ね、重大発表ツアーの1曲目、この東京ラブストーリーっていう曲からスタートしたツアーのなんかライブだったんだけど、これでさ、4月にアルバムがリリースされるわけ で、そうすると11曲新曲が増えるわけじゃん。でこの前も夏の声のバンドチームタカさんとね、最近よく飲みに行ってミーティングしてるんだけど、話してたらさ、もう次のツアーからはセットリストが多分大きく変わってくるんですよ。そうなんですよ。だからアルバムリリースツアーだから、もちろんアルバムの中の曲をたくさんこうライブでやっていくことになると、最初の方にリリースしたナイトフライトとか東京ラブストーリーとか空飛びるとか、あのあたりがもう本当今までライブを支えてくれた主要曲だったのに、あの辺が一度封印されて新しい世代にこう切り替わっていく可能性があるよねって、セットリストどうしようねみたいな話を最近ずっとタカさんと話しててね、うわ、この曲を聴きながら東京ラブストーリーは次のライブでは歌うんだろうかとかね、思いながらちょっと聞いてましたけど、皆さんはどうですか？この曲は絶対聴き続けたいとか、ライブで絶対これやってよこれみたいなのあったらね、そういうのもぜひメッセージでいただけたらと思います。きっと新しい曲がどんどん出てけば、新しい曲がセットリストにどんどん組み込まれていくんだけど、でも初期の方にリリースされた曲もちょこちょこってこうやって入っていってね、なんかこういろんなライブが作れるなって、幅が膨らむのがすごい楽しみだなと思いますので、ぜひ皆さんアルバムのリリースとリリースツアーも楽しみにしていてください。さてさて、それでは今夜の本題ですね。どんなシチュエーションでチョコレートを渡したい、どんなチョコレートで、どんなチョコレートで、どんなシチュエーションでチョコレートをもらいたい難しい難しい、テーマも難しいけど言うのも難しい。そう、今夜は妄想を繰り広げていただきまして、皆さんのこうどんなシチュエーションでバレンタインデーを過ごしたいかっていうのをね、来てますよメッセージ。あゆみんちゃん女性から、なっちゃんこんばんは。今夜のテーマ、どんなシチュエーションで渡したい、だと本命でも義理でもやっぱり渡す側だったら直接渡したいなと思いますと。素敵あゆみんちゃん。緊張する場合もあるかもだけど、やっぱりそれが礼儀だと頑固な私は思いますと。逆にもらう側だったら直接じゃなくてもデスクの上やロッカーの中に入れてくれる方がなんかサプライズっぽくて嬉しい気がしますと。あゆみんちゃんはそう言ってます。渡すなら直接、もらうなら直接じゃない方が逆にサプライズっぽく感じると。ここで話題に上がってきますよ。デスクの上はいいでしょう。ロッカーの中に勝手に入ってたらどうですか？どう？ちょっと私ちょっとロッカーの中、うわー入ってるって思っちゃう。なんだろう、やっぱドアを勝手に開けなきゃいけないこの人作業が結構プライベートゾーンな気がするんですけどね。これ男性は嬉しい？まあ女性同士の話を多分これあゆみんちゃん今してるので、女性同士ならもちろんいいと思うけど、なんかこう引き出しが勝手に開けられてたりロッカーが勝手に開いてたりするとちょっと私あドキッと、良くない方でドキッとしちゃうかもしれない。でもね、やっぱちょっとこうもらう側の理想みたいなのはね、さっきもちらっと語ったけれども、こう椅子に座ったらちょっとそこが硬くてクッションをどかしたらチョコがあるとかね、でもそんなんいいなとかってちょっと思ったりしますね。渡す側なら直接っていうのはね、すごい素敵なことだと思う。いやあったかな、過去に直接本命のチョコレートをこう渡して告白を例えばするとかっていうのはなんか今までの人生でなかったなと思いますね。バレンタインデーに直接、本当にバレンタインデーに告白したことある人っているのかな。なんか緊張感すごいですよね。体育館の後ろとかに呼び出して、でずっと好きでしたとか言って告白してチョコレート渡すって、やっぱちょっと理想的ってか憧れるけど、チョコさえ受け取ってもらえない可能性があるかもと思うと、私バレンタインデーの日に告白はちょっとできないな。さっきみたいにね、リーちゃんみたいに逆にホワイトデーに告白のお返しが来るみたいなのっていうのはすごく素敵だなと思って、なんかすごく潤った感じがしたんですけど、やっぱ告白っていうのはなんか緊張するものですね。改めてなんかちょっとバレンタインデーに告白というものを目の前にして緊張感が高まっておりますけど、今日告白した人とかいるの今日告白された人とかいるのかな。
改めて、まあ、ご夫婦とかでも愛をね伝え合うのも素敵かなというふうに思ったりもします。さあ続いてのメッセージ、元磁石さん男性、なっちゃんこんばんは。誰か杉を焼き払ってくれって具合には瀕死だけど花粉は大丈夫ですかと。今夜のテーマバレンタインらしいやつですね。シチュエーションとか何をもらうかとか以前に、もう大好きな人からもらえたら何だって嬉しいんすよ、もらえたらねと。違う方向に瀕死になりそうなので、この後も静かに聞いていますとリクエストは、こうだったらいいのになって。あ、なるほどなるほど。ちょっとあの元磁石さんも私と同じようにちょっとお枯れになっておりますので瀕死状態だそうですけど、どうですか今日のメッセージ、いろんなの聞いてちょっと潤ったんじゃないですか。花粉ではだいぶね鼻あたり潤いますけど、やっぱこのバレンタインデーに好きな人からもらえたら何でも嬉しいっていうのは、こう男性から言われたらすごく安心するかもしれない。それこそ本当に甘いものが嫌いな人でもチョコレートとかもらって嬉しいのかな、気持ちは嬉しいのかな。やっぱりね、女性はやっぱり、どんなのがいいかなと思って選んでとか作ってお渡しをするから、まあ、どんなものでも喜んでもらえたらいいなと思うけど、やっぱり喜んでくれるかなっていうドキドキもあるので、元磁石さんみたいにね何もらっても嬉しいって言ってくれる人がいるとすごく助かります。女性としてはすごく助かります。さあそんな元磁石さんのリクエストソング流します、リクエストはこうだったらいいのになという意味を込めて、こちら、あ、脈がっていう風にちょっと瀕死気味ですけども、脈がバターということで、死者もの僕に彼女ができたんだ
お届けしたのはししゃもで僕に彼女ができたんだでした。さあ彼女募集中の元磁石さんからね、バレンタインデーって渡すものによって意味が違うっていうのはあれ本当なんですかっていうメッセージが来ていて、なんだそれと、そんなの知らなかったぞということで今調べてみたところですね、あるみたいです。バレンタインデーに送るチョコやお菓子には意味があると。例えば、チョコレートの意味はあなたと同じ気持ちですよということで、送る相手は恋人、夫婦、友達、仕事関係ということで、なんかこう気持ちの同調みたいな感じなのかな。相手を選ばずに誰にでも渡しやすいお菓子チョコレートはあなたと同じ気持ちですよ。そして、日本ではあんまり主流じゃないけどマカロンを渡す人もいるらしくって、マカロンを渡す意味合いはあなたは特別な存在ですよということで、恋人や夫婦限定、パートナーにプレゼントするのに最適ということで、これさもう一日早く知りたかったよね。今みたいな、もうギリギリ終わるけどバレンタイン。そしてマフィンを渡すのも、あなたは特別な存在ですよということで、恋人や夫婦パートナーに限定しております。チョコが意外と軽いんだ。あれ軽いって受け取らない方がいい。あとね、ドーナツは、永遠に続く愛、あなたのことが大好きということで、こちらも送る相手は恋人、夫婦、家族いいですね。永遠に続く愛情ということで、ドーナツちょっと愛の幅がこう広くなりましたけど、この関係を長く続けたいという思いを込めて大切な人に送るといいですよと感じですね。そしてクッキー、これ私さっきみんなに配ったやつだ。意味合い、クッキー、友達でいよう。友人とか仕事関係ということで、クッキーは食感がサクサクしていることから軽いイコール友人関係を意味していますと。これホワイトデーはさ、クッキーでお返しすること多いじゃないですか。やんわり断られてるってこと？そういうじゃないですよね。これ今回バレンタインデーに渡すとしたらっていう話でいいですよね。そうクッキーはそうらしい。だから友達とか仕事関係の人に、お渡しをすると、大人数に渡すとき、手作りしやすくって複数人に渡すときにも向いてますよっていう感じらしいです。そしてガトーショコラ渡す人いるかな。これ手作りで結構作る人いますよね、ガトーショコラ、ね、ガトーショコラを渡す意味、特別な意味はないと。だってチョコレート同様、渡す相手を選ばない万能スイーツということで、恋人、夫婦、友達、仕事関係ということで、ガトーショコラとイコールでチョコレートが来てますよ。そしてカップケーキもあなたは特別な存在、恋人や夫婦、カップケーキ結構見るよね。友チョコで渡してるの結構見たかな。あとバームクーヘン、これ素敵。バームクーヘンを渡す意味合いは幸せを重ねる、幸せが長く続きますようにということで、こう年輪のような感じでね、これは恋人や夫婦に渡すといいですよということで、バームクーヘンは生地が何層にも重なっていることから幸せを重ねるという、そんな意味合いがあります。おー素敵というふうにね、結構いろいろ意味合いが違うんですね。マロングラッセは永遠の愛を誓うとか、キャンディーはあなたが好き、あなたと長く一緒にいたいという感じで、キャンディーは友人とかも含めていいみたいですね。ホワイトデーの定番ってクッキーとキャンディーのお返しがさ定番ってよく言いますけど、これちょっと悲しいじゃん。なんか軽いよ意外とね。まだまだバレンタインデーに絶対渡してはいけないお菓子もあります。マシュマロ、関係がすぐなくなる、あなたのこと嫌い。だってマシュマロは口の中ですぐに溶けてしまうため、関係がすぐになくなる、あなたのこと嫌いという意味合いがありますと。マシュマロは渡しはダメです。中にチョコが入ってるマシュマロだったらギリギリギリセーフなのかな、どうなのかな。そしてグミ、嫌いだそうです。もうグミもらった人いない、今日大丈夫。グミもらった人はね、嫌いですよってことらしい。あとはおせんべいもダメみたいですね。愛情が割れているということで、愛が割れるということで縁起が悪いですよということらしいので、女性の皆さん、好きな人にはマシュマロ、グミ、せんべいダメですよ。そして男性、マシュマロ、グミ、せんべいもらった人は嫌われています。いやだ、悲しい気持ちになっちゃった今日最後は。大丈夫っていう感じで、
意味合いがあるみたいですね、やっぱり。諸説ある、まあ、諸説あると思いますけれども、こんな感じでバレンタインデーに渡すお菓子によって意味合いが変わってくるよっていうのは今日一つ勉強になったなと思います。まあ、チョコレートっていうのはすごく万能なんだなっていうふうに思いましたね。さあちょっと潤いメッセージ、潤いメッセージ見なきゃ、潤おなおさんから来てます。今日スーパーのレジのおばちゃんから唯一もらいましたと。うわ、ちょい潤い、ちょい潤い、おめでとうございます。ちょいと潤ってきましたよ。さてさて、あ、ゆうさんからも、昔体育館に呼び出し高校生の時にチョコレート渡したなと。おー、潤ってきました、潤ってきました、ありがとうございます。うわ、体育館の後ろに呼び出してやったんだって。結果はどうだったんだろうね。まあ、今となってはね、どちらであってもいい思い出だと思いますけど、本当学生の時にしかできないじゃん。ロッカー、下駄箱、体育館裏、机の引き出し、なんかこうもっとやっとけばよかったなと思います。いや面白いよ今日みんなバレンタインデー。お、いろいろ来てますね。さあ X の方もちょっとチェックしてみますよ。みーちゃんからマシュマロとグミをもらった人間がいたらショックですねという風に来てますね。元磁石さんからは綿菓子とかもっとダメじゃんと。一瞬で溶けちゃいますね、綿菓子なんか絶対渡しちゃダメですね。お、あとのぼのんさんから、のぼのんさんから、初めて聞いてます、いい声ですねと、ありがとうございます。東京ラブストーリーもいい曲で早速チェック。バレンタイン中学校の頃かな、ロッカーに手作りの大きなハートのチョコが入っていてびっくり、友達にバレないようにこっそり取り出したのを思い出しましたと。そっか、これもらってちょっとうわでかい恥ずかしいみたいなのもね、学生の若い時はあるかもしれないですね。なんかさ、あのハートのケーキとかをさすごくもらって重たかったみたいなこと言ってた友達いたな。いいじゃんもらってやれよと思いますけど、ケーキっていうのはどうなんでしょうね。カップケーキ扱いになるのかな。いいですよね、もうみんな何もらっても喜んでください。ということでこんな感じで今日はバレンタインデーということで紹介してきましたけれども、ここで一つ夏の声からお知らせを挟ませてください。引き続きメッセージは募集してますのでね、どんどん送ってくださいね。さて先ほどもちらりと言いましたけれども、夏の声は4月の10日にフルアルバムマジックアワーをリリースします。それに伴ってのリリースツアーが5月6月とありまして、このエリア名古屋は5月の11日エルフィッツオールにて、ツアー初日となりますので、ぜひここにみんな来てね、なっちゃん行ってらっしゃいツアーって見送ってもらえたらなと思います。今、チケットの先行受付、オフィシャル先行受付っていうのがスタートしていて、抽選なのでぜひ皆さんお早めにチケットのゲットをねしていただければと思います。一般発売は3月2日なんですけど、今先行で受付をしておりますので、行きたいなっていう方はぜひチェックしてください。そしてもう2月はねライブがないんだけど、3月に2本決まっております。3月2日豊橋にある座学というライブアコースティックバーにてアコースティックライブがあります。この日はね、自分がすごく可愛く思っているソラヒちゃんっていうねシンガーソングライターの子が初めてリリースをして初めて企画をやるということで、ちょっと応援の気持ちでね盛り上げちゃうぞという感じで先輩ずらしていきますので、ぜひ皆さん遊びに来てほしい。3月2日座学チェックしてください。そして3月唯一のバンドのライブが3月の20日水曜日祝日にあります。場所は名古屋ジャミンというライブハウスで、この日ねジャミンなんか今年新しくなったので、皆さん今まで行ったことあるぞっていう方もね、新装開店っていうんですか、リフォームっていうの、なんだリフォーム、リノベーション、何何リニューアル、リニューアルされてるので、ぜひジャミン、新しいジャミンめっちゃ音もいいみたいなので、3月20日遊びに来てください。お待ちしています。そう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 、こんな感じでライブも結構あるしね。あとはその CD アルバムの予約っていうのも始まっていて、これがまたツアーの時に話して結構笑えたんだけど、今ねいろんなところでここで予約したらこの特典がついてきます、ここで予約したらこの特典がついてきますっていう感じでね、5種類ぐらい特典がいろいろあって、これも私も覚えきれないぐらいいろいろ種類があるのでちょっと忘れちゃったので、皆さん後ほど画像でチェックしてほしいんですけど、買う場所によってセカンドジャケ、アザージャケットって言うんですか、あの
本来の CD のジャケットとは別のバージョンのジャケットが、まあ、プレゼントされるということで、今回夏の声のアーシャ撮影すごくうまくいっていい写真がいっぱい撮れたので、夏の声の写真を使ったいろんなジャケットっていうのがジャケット出てますので、チェックして、あ、この写真好きだからここで予約しようかななんていう風に選んでもらえたらという風に思っております。こんな感じでね、この前重大発表ツアーでいろんなことを発表して、まあ、いろいろ決まったことをねお伝えどんどんしているので、ここでもいろいろ言うことがいっぱいになってきちゃったんだけど、みんなね、またあの聞き逃したぞっていう方はね、あのツイッター X か見に来てもらって、いろいろ細かくチェックしてもらえればと思います。一緒にリリースとかツアーを楽しみにしてもらえたら嬉しいです。よろしくね。それでは、お、来てる来てる来てる、メッセージ、みーちゃんから、ジャミンめっちゃいいライブハウスですよねって来てたりとかね、リリースツアーおめでとうって、元磁石さんからも、 CD の種類多すぎ、特典も紹介せんと告知いっぱいだという風に来てます。ありがとう。あの代わりに画像を載せてくれたりしてる人もいるのでね、これをチェックすると紹介できますね。嬉しい。そうなんですよ、今回そのアザージャケットっていうのにプラスして、なんかね、マル秘デモ音源、まだ誰にも公開してない新曲のデモがもらえちゃったりとか、この夜の声風に撮った、何アルバム紹介音声みたいな、ラジオ風に仕上げている、そこでは夏の声の夜の声とかっていうね、そんな風にやってるのは名古屋の特典で確かついてきてたと思いますのでね、ずっとみんなと一緒に大事にやってきたこの夜の声もちょっと特典としてつくということで、ありがとうございます。ミッド FM さんの OK をいただいて今回特典にさせていただいております。言ってくれてよかった、みんながちゃんと説明しなさいって言ってくれたから言えたよかったよかったということでね、ほらほら、あ、ほら、もうポストしてくれてる、ありがとう。タワレコで買うとこれだよとかね、愛知だとこう、渋谷だとこう、アマゾンで買うとこれだよみたいな、今ね楽天ブックスでこの予約した時のジャケットが一番人気みたいですね。ということで、いい写真いっぱいなのでぜひチェックしてください、よろしくお願いします。さ、バレンタインデー今日、あー、私はミッド FM に来てチョコ配っただけだったな今日。いかがでしたでしょうか、皆さん、バレンタインデーの最後の1時間を、夏の声の夜の声とともに過ごしていただきまして、やだ、来月3月13の放送のメッセージテーマ決めてないこと今気づいたよ。また後ほどツイートしましょうかね。毎度毎度すいませんけれども、ホワイトデーが近いので、ホワイトデーにまつわるお話だったりとか、ちょっとそんな感じにしようかななんて思ってますので、こんなメッセージテーマいいんじゃない来月っていうのがあったら、ぜひ逆にみんな提案してください。夜の声761、ハッシュタグ夜の声761をつけて、ぜひ来月のトークテーマ皆さん今募集してますので、よろしくお願いします。ということで、3月13日水曜日の夜11時が次回の放送になりますので、次回もよろしくお願いします。まあ、こんな感じですかね。なんかちょっと私結構ゆったりしてきました。いいバレンタインデーだったなと思う。なんかこう潤いはやっぱ共有していくものですねみんなに今日はたくさん潤わせてもらったので、その分今度私が音楽でお返ししていけるように頑張っていくので、今後ともよろしくお願いします。ということで、ここまで夏の声がお送りしてきました。夏の声の夜の声、ラスト1曲をお届けします。1月にリリースしたばかりのこの曲でお別れです。白、聴いてください。おやすみー。